はい、こんにちは、OT 鍼灸治療の小倉です。今大変な世の中になってますね。コロナウイルス、ステイホームってことですね。家にいることが多いと思います。じゃあ家にいるときに皆さんどうやって座ってますか、立ってますか。とんと座ることが多いと思うんですよね。でね、この座ることがね、すごくとても大事なことがあるんですね。で、今日はね、この姿勢を正して座ることのね、なんかね、大切さをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。まずね、私たち日本人ですね、日本人には日本古来のですね、素晴らしい所作、座り方があるんですね。これを今日は皆さんにご紹介します。ぜひね、やっていただきたいことがあるんですけども、まあ、例えば所作というとね、まあ、相撲のね、所作とかありますね。尊敬とかね、はい、形ですね。あとは道がついた、ありますね。茶道、華道とかね、まあ、武道とかね、はい、道のついた日本古来のね、武術的な例がね、ちょっと思い出していただきたいんですけども、そういう所作をね、身につけることでですね、姿勢を正しく保つことで、まずは実は呼吸がしやすくなるんですね。はい、呼吸機能がね、向上することで脳や身体のね、血流が増えます。横隔膜がですね、働き広がることでね、内臓にも良い影響を与えてます。またですね、筋肉や関節にかかる負担がね、少なくなって全身の緊張を取れるんですね。はい、でもですよ、正しく座らないとこういうものができないんですね。で、まあ、そして緊張が取れたことによって身体がリラックスしますので、まあ、長時間ね、座ることができます。で、無駄に緊張がなくて座ることによってですね、股関節や肩関節に柔軟性が向上します。そしてそのことによってですね、パワー、瞬発力、持久力がね、向上します。ぜひね、皆さんね、ご家族でこの動画をね、今流しますので、ご家族でちょっと試してみてください。そしてですね、このね、姿勢を保つ日本人としてですね、所作、礼儀作法をね、わきまえてですね、このコロナにね、打ち勝ってみてください。ホームってことですね、道という、茶道、華道ね、武士道というね、道という字が入った、日本古来のですね、礼の仕方があります。その所作によってですね、体の変化がどのように起きるかというのをね、皆さんに紹介したいと思います。それではね、普通の日本式のですね、まあ由緒ある、まあ由緒ある礼の仕方をさせてみます。はい、どうぞ、講座。はい、どうぞですね。はい、そう、はい、今礼をしました。はい、これでですね、体が整うんですね。じゃあ整うというのはどういうことなのかと、ね、やってみましょうね。はい、手を外してください。礼をしてください。私はこの状態で手を上から下に向けます。これ。これ。手はついてませんね。これでもしっかり耐えれます。この状態。私80キロありますけどね。この状態に体が整うんですね。では、押しますよ。せーの。これ。これ。私が押しても整うんですね。この状態。上から、こっちから押しても整う。こっちから押しても、幾度もしない。で、この状態で、では、例えば誰か飛びかかりました。飛び降りてください。はい、どうぞ。そう、これができるんですね。これが、日本古来の素晴らしい所作ですよ。ね、はい。では、次はですね、普通に入ってきて、普通に座っていただきます。では、どうぞ、座ってください。はい。じゃあ、礼してください。はい、OK。じゃあ、こういうような例をしますと、どうなるか、体っていうのはね。では、手をついてください。はい。そうそう。手をついて、手を離してください。私、押さえますよ。これ、潰れてしまいます。はい。潰れてしまいます。今度、横から押しますよ。はい。耐えれない。これも、耐えれないです。ね。そうなんですね。姿勢を正すってことは、こういうことなんですね。軸が入ります。じゃあ、もう一度やってください、講座。はい。正しい。どうぞ。今の袴をね、着物とかあったら、袴
袴があったら、まあこうですよね。で着物があった場合は、着物の場合はそう。ああ、もうやってるね。OK、失礼しましたね。はい、かがんでください。こういうふうに、手をつかなくても、はい、手を出してみて、手を出す、外に出して、そう。手を万歳してごらん。これでも支えられます、私の体がね。では向こう見て。はい。ですよ、手を離して、はい。でもこれ、手が、でも私が外れます。こうやってね、こういうふうになるんですね。はい、起き上がってください。ではもう一度やりますよ。ちょっと砕けてあれ。砕けた座り方しましょう。はい。気をつけて、はい。そう。こういうことですね。座りました。はい。もう一回いきますよ。手を外しましょう。はい。潰れてしまいます。はい。では向こう向きましょう。はい。はい。手を外してください。潰れてしまいます。これですね。こんな感じですね。この状態で飛び起きれます？飛び起きて。うん。そう。そのぐらい軸が入ってしまうんですね。だから、礼節。だって、所作っていうのね、日本人として生まれて大切だと思いませんか？はい。どうもありがとうございました。OTC 技術院の奥田です。